熟す前ののの、マイイーーレレモモンンのの中国原産でレモンとマンダリンオレンジまたは一般的なオレンジを掛け合わせたものと考えられているアメリカ合衆国へは1908年に SPI23028 として中国で植物サンプルを収集していた農務省職員のフランク・ニコラス・マイヤーが導入したマイヤーは北京近郊でマイヤーレモンを発見したというが 北京市では、柑橘栽培ができないため、果実のみを入手したものとみられる。中国では主に、マイヤーレモンは、カキとして、植木鉢で育てられる。アメリカでは、カリフォルニア料理革命期にシェッパニーズのアリス・ウォータース、などのシェフに再発見されたことにより、人気食材となった。マーサ・スチュワートが彼女のレシピの中で取り上げて、以降、さらに人気は上昇した。 マイヤーレモンの木は高さ約6から10フィートまで成長するが剪定によってより小さくすることが可能である。みかんの木に継ぎ木して育てることもできる。葉は新緑色で光沢を持つ。花は紫をベースとした白色で香りが良い。マイヤーレモンの実は黄色で一般的なレモンよりも丸みがある。花皮は薄くて香りが良く濃い黄色で熟すとほのかに。 オレンジ色となる。皮ごと食べることもできる。マイヤーレモンの精油は、香りが良いためアロマセラピーや香水に利用される。市販のリスボン酒やユーレカ酒に比べ酸味が弱く、甘みがある。果肉は濃い黄色で柔らかく、果汁を多く含み、果実1個あたり10から20粒の種子を持つ。マイヤーレモンに含まれる、フラボノイドの量は、レモンとマンダリン類の中間である。 八丈島及び小笠原諸島で生産されている菊池レモンはマイヤーレモンの禁煙種である。八丈島では樹上完熟させて八丈フルーツレモンとして、小笠原では未熟の緑化で収穫し島レモンとして販売される。マイヤーレモンは暖かい気候でよく生育し、適度な体寒性も持っている。対処性もある。また生育が非常に優れており、 種子から育てた木は4年で数千個の果実を結実する。1年を通して果実をつけるものの収穫量の大部分は冬である。木には十分な量の水を与える必要があるが、冬はほとんど与える必要がない。収量を最大にするためには、肥料を成長期に与えなければならない。虫がつきにくいため農薬を減量でき、猿による食害もないなど、みかんに比べると育てやすい。 逆に着火しても樹勢が強いので枝は伸び続け、それを放置すると樹勢が急速に衰え気が衰弱するため、みかんよりも手間がかかるという見解もある。柑橘海洋病に弱いため、防除対策が必要である。花火皮が薄いので台風が襲来すると傷物となってしまい、傷物は加工用になる。マイヤーレモンは大きさがコンパクトで、耐寒性があり、生産性に優れていることから、 カキとして人気がある。装飾性にも優れ、コンテナガーデンでの栽培に適している。世界的には、アメリカのテキサス州やフロリダ州、南アフリカ共和国、ニュージーランドで、レモンの代用として大量に生産されていたが、1990年代には、下火となった。日本での生産量は少ないが、戦後に、高崎達之助がアメリカから日本に持ち帰り、 兵庫県川西市の東洋缶詰専修学校で栽培され、1960年頃に同県伊丹市の農家に譲渡され、栽培が続けられた。伊丹市では2010年から市のマスコットキャラクター、タミマルの名を冠した、タミマルレモンとして販売し、評価を得ている。一方、国内生産量の約9割が三重県産であり、特に、 南室郡の紀宝町や三浜町で栽培が盛んである。三重県の産地では10月から11月はグリーンレモンとして12月から1月は完熟レモンとして出荷している。1940年代中盤までにマイヤーレモンはカリフォルニア州で広く栽培されるようになった。しかしながら当時のマイヤーレモンの木は世界中で数百万本の木を越しされ、また 数百万本の木の生産力を無にした、柑橘トリステザウイルスの無症状縮主となっていることが発見された。このことが発見されて、以来、他の柑橘類の木を保護すべく、ほとんどのマイヤーレモンの木はアメリカから姿を消した。1950年代になって、ウイルス感染していない木が、ドンディロンの率いるカリフォルニアの会社フォーインズ、グローワーズ社で発見され、後に認定を受け、 1975年にカリフォルニア大学から改良型マイヤーレモンとして発表された。ありがとうございます。